こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、速度記号、の中くらい編第2弾でございますね。前回は、ラルゴ、レント、アダージョっていうゆっくりのお話をしましたが、今日は、アンダンテ、モデラート、アレグレットのテンポについてお話をしたいと思います。まあテンポ速度記号っていうのを、作った、速度マークっていうのをこういうのを使い始めたのは、初めて使ったのはベートーベンっていう話は前回しましたが、メトロノーム自体をね作ったのが、ベートーベンと交流の親しかった、メルゼルという人が、発明したんですが、僕らにとっては切っても切れない関係、僕特にドラマーにとってはメトロノームのこのテンポ記号っていうのは切っても切れない関係にあるので、お話ししていきたいと思います。それではですね、アンダンテですね。前回は、ラルゴで60のテンポっていうのをやったので、テンポ60っていうのはすごいこう、バラードでちょうどいいテンポですよっていう話をしたと思うんですが、アンダンテは63から76なので、ちょっと70で数値を出してみようかなと。アンダンテっていうのは、歩くような速さでってよく言われますが、結構遅めなんですよね。日本人だと、歩く速さと僕とかだったらテク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 歩いちゃうんで、多分どうだろうな、これぐらい、これだともう114ですね。114だともうほぼほぼアレグロに近いぐらいのテンポだと思うんですが、これ72です。かなり優雅に歩く感じですね。威風堂々みたいなイメージがありますが、これはなんか私のいろいろ調べた本では、なんかドイツ人の歩き方にすごい似てるんじゃないかな。ドイツの人たちがこういうのを、歩くようにっていうふうに言い始めたから、こういうふうになったんじゃないかなっていう話をしてましたが、歩くような速さで、ずしずしずしっていう感じですね。これが、アンダンテという。アンダンテって名前だけが先走りしててですね、いろんなお店の名前でアンダンテってつけたりとかすると思うんですが、ものすごくこう、テンポ記号っていう速度記号とは関係なく広まってる名前なんじゃないかなと思うんですが、アンダンテっていうのは歩くような、中央な、みたいな、そんなイメージでございます。で、モデラートですね。モデラートはもう、これ M サイズの M、ちょうど中間ってことですね。ミドルっていう意味なので、控えめなスピードって書いてありますが、中くらいのテンポですね。歩くのような速さよりはちょっと速いという感じですね。テンポ80ぐらいの感じですね。80っていうと、これぐらい。控えめなスピードってなるんですが、これジャズで言うと、バラードが60なんですが、ダンスバラードって言われると大体80ぐらいのテンポで僕ら演奏するんですね。例えば、ムーンライトセレナで。パバー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 、パバー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 ってこう、ちょうどいいでしょ。こういう風なダンスする感じには。ちょうどいいテンポだと思うんですが、控えめなテンポ、中央なテンポでというイメージですね。中くらい、悪くもなく良くもなくなんですが、イタリア人的に言うと、悪くもなく良くもなくて、中庸っていうのはすごくこう、日本人だとその中庸っていうとあんまり良くないイメージがあるんですが、イタリア人は比較的に中庸で、秀でてなくちょうどいい、バランスのいい感じっていう意味で、かなりいい意味で捉えるみたいですね。なので、この控えめなスピードのモデラートっていうのはテンポ80ぐらい。こう、ダンステンポですね。だから70とかもダンステンポで、使いそうな感じがしますが、アンダンテとかモデラートのあたりぐらいでダンスバラードと言われる、バラードですね。で、ジャズの場合は普通のバラードはテンポ60ぐらいで演奏します。で、アレグロっていうのですが、アレグロっていうのがテンポ120なんですね。120っていうと、基本的には、そうですね、人間の心拍数で100ちょいぐらいなんで、かなり速いテンポの感じですね。イメージ的には。で、快速にってなってるんですが、120だと、120ってテンポは秒針の倍なので、ちょうどマーチで使われるテンポですね。要は、歩くよりも速いテンポで、こう、心を鼓舞するために使われるので、タンタン、タッタガタッ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 タン、パンパパッ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 パ
更新する感じのテンポだったりします。アレグロ結構幅広いんですね。120から150なんで、150だと結構早いですよ。で僕が、こうダンスバンドで、まあ、ホストクラブのバックバンドでダンスバンドの、ドラムを叩いてたことがあるんですが、ジルバって言われる、こう、横浜ジルバってやつが、132ぐらいなんですよ。だから、横浜ジルバっていうステップを踏むときが、この大体、アレグロのちょっと早いテンポですかね。で、チャチャとかが大体120なので、カッツ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 。で、ドンツドン、バン、ボン、ツドン、バンっていうこう、130ぐらいのテンポ。130ぐらいのテンポって世の中ものすごく8ビート多いですね。120も非常に多いです。なので、アレグロっていうのは、快速にっていうイメージなんですが、もともとアレグロの本当の意味っていうのは、陽気にっていう意味らしいですね。だから、こう、タクシーの運転手にアレグロアレグロって言っても、鼻歌歌ったりされるみたいな、スピードが速いという意味ではないということですね。ベートーベンも言ってますね、アレグロっていうのは速いという意味ではないというふうに言ってますが、アレグロっていうのはとっても陽気な感じにっていうことですね。女性にあの人アレグロって使うと、まあ、陽気で、ちょっと誰とでも寝ちゃう女の人みたいな感じのイメージがあるそうですね。まあ、そういうこう、まあ、パリピな感じみたいなのがアレグロみたいな感じですかね。だからそのアレグロのちょっと手前ぐらいがやや快速になのでアレグレットになります。なのでまあテンポ100ぐらいで考えるというような、まあ、ちょうど脈拍前後ぐらいなんでなんか落ち着いた感じ、すごい陽気になるというよりかは、まあ、ちょっと気持ちは明るい感じだけどさっきのアレグロほどではないって感じですね。とても陽気な感じがすると思うので、こんな感じで、解説してみました。覚えるのには、まあ、アンダンデっていうのは歩くような速さでっていうふうによく言われますが、ちょっとテンポ70ぐらいで、考えればいいのか、70前後ぐらい。モデラートっていうのが80なので、まあちょっとダンステンポの速いタイプ。で、アレグレットっていうのはアレグロのちょっと下だから100テンポ100ぐらい。で、アレグロっていうのはテンポ200、120から150。結構な幅がありますが、アレグロというふうな、速さになっています。以上、ちょっとためになりましたでしょうか。ためになったということは、いいねボタンを押してもらって、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。メルマガではこういった、音楽の内容とか、ドラムのこととか、それ以外のこといろいろ毎日に、動画で配信しておりますので、メルマガでも配信しておりますので、よければメルマガか LINE アートも大丈夫なので、カードか詳細欄の方からメルマガの登録をお願いします。以上、今日は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。